どうもアニメエキスポ2022そして海外ファインの皆さん、えー、こんにちはおはようございますこんばんは、えー、ブリーチ黒崎いちご役の森田正和ですお久しぶりです皆さん会場盛り上がってますかああなるほどね盛り上がってますかああなるほどこちらの方盛り上がってますかあー盛り上がってますこちら方 盛り上がってますね素晴らしいですありがとうございます、えー、今日はですね、えー、新しいブリーチ千年決戦編含めまして皆さんとブリーチで盛り上がっていきたいと思います最後までよろしくお願いしますさてということでございまして、えー、ブリーチ千年決戦編、えー、始まりますこれがブリーチの最終章になります 「アニメブリーチ」は日本では2004年から放送が始まりまして2012年まで足掛け8年実質的には7年半放送をした作品になります。でこの2012年に終わった時にはまだ漫画の方は原作の方はストーリー続いていたんですけど残念ながら途中で放送が休止ということになりましてで満を持してなんと10年後 10年,ですよ10年後の今年2022年に復活ですおめでとう拍手拍手スタンディングオベーションタッタッあっ素晴らしい <laughs> ありがとうございます。ということで2022年になんと「ブリーチ」が復活することになりましたありがとうございます、えー、そして今回はなんと原作の最後まで。 えー、をアニメとして、えー、作り上げるということになりました本当に嬉しいことであります、えー、皆さんも本当に待ちきれないと思うので今日はですね、えー、最新情報も含めてちょいちょいちょいといろんなことあー皆さんだけですよこの,もうこのエキスポに来てる皆さんだけ皆さんだけにお伝えしたいなと思いますよろしくお願いします はいといいいととととうここででございましてなんと早いことですねもうもう,もう僕のこのビデオメッセージ終わりの時間になってしまって残念なことなんですけれども「えー、ブリーチ」千年決戦編、えー、今、ですね絶賛制作中ですすで、えー、にあの日本では PV の方も発表されてるんですけれどもそれ以外のものでもね、えー、制作途中のものを見せていただいたんですがいや皆さんちょっと聞いてくださいよ。すすごいですよ絵が絵が 2004年からこのブリーチ始まりましたねで今年は2022年ですその間18年間あるわけですねこの18年の間に映像技術というのは格段に飛躍的に向上しました当然ながら日本のアニメーションの技術というものも格段に進歩したんですすごいです今回のブリーチの映像はやばいです本当にやばいです いやーこれはね、ぜひ見ていただいたら、もう本当にびっくりたまげちゃうと思いますので、ぜひこれね、ブリーチ千年決戦編、楽しみに待っていただきたいと思います。えー、それではまたお会いしましょう。今度はぜひ、その会場で生で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。以上黒崎役森田ででししたまたまねねえあーはーはーは,ーはーそうでしょうょ、ね あ、今ザワついてます。あー、わかります、あまあ。だ、じゃあ、じゃあ、やっていき,きます。音声さんの方大丈夫かな。えー、音飛んじゃいかもしれませんね。あのセリフでしょ。わかりました。行きますよ。それでは皆さんまたお会いしましょう。バンイ、かい。ありがとうございました。絶対追われたぜマイク。